自分が勘違いしてた自分に気づかせてくれた。今回ご縁をいただいた語り手は清水エスパルスサッカースクールコーチ福尾忠代さんです。実家の方が農学の家元なんですね、父が。で16代目の家元で、福尾重次郎っていうので脇方の、宗家なんですけれども、僕自身3歳から能の舞台には一緒に立たせてもらってて、はい、でその中で、サッカーも小学校1年生で始めて、能とそのサッカーをずっとこう並行して、やってたんですけれども、どちらかというと、中学高校までは能が優先でしたね。サッカーの公式戦があっても能の舞台があればそちらの方に出てましたし、練習も週1回必ず休んで、僕高3の時キャプテンやったんですけど、能の稽古に行って、高校2年生の時ですかね、それがきっかけ、といえばサッカー選手になったきっかけなんですけど、17歳ですね、17歳の冬に、能の舞台が12月にあって、舞台が終わって、その楽屋で来年の舞台の話を父にされたんですね。父師匠なんですけれども、でも来年のその時、僕もしかしたらサッカー選手になってるかもしれないと、そういう話を楽屋で、舞台が終わった後にしてて、でじゃあもうお父さんすいません、もしサッカー選手になれたら僕はサッカーがしたいと、ただサッカー選手になれなければ勉強が好きっていうわけでもないので、大学は行かなくていいですと、もうそのままサッカーやめて能の世界に入りますんで、お父さんちょっと勝負してもらっていいですかねっていう話、勝負というか、そうですね、消去法ではないんですけど、もちろん能も楽しくて好きだったんですけど、高3の夏ですかね、当時セレッソ大阪っていうクラブでサッカーをしてたので、そこで、プロになれるというふうにクラブに言われて、じゃあ鳴らしてほしいですっていうふうに話をして、父にも、プロになれるっていう話が来ましたんで、僕はサッカーをやらせてもらいますっていうふうな話になった、そこが、自分の中のこう、大きな分岐点、プロになれるなれないっていうのも含めて、そこが一番大きな、きっかけというか、その楽屋で話したっていうのが、今でも鮮明に覚えてるというか、プロになってすぐ自分の考えを改めないといけないと思ったのは20歳の時、自分が若い時はやっぱり自分が一番と思ってたし、なんで試合出れないの、なんで試合使ってくれへんのって、俺よりあいつの方が上手くないやんとか、自分のいいところと相手の悪いところを引き合いに比べちゃって、結局自分の方が絶対いいやんっていう風な考えしかなかったので、なんでなんでなんでっていうばっかり、スポットライトが自分に当たらないというか、他人にスポットライトを当ててしまうので、どんどん難しくなりますよね。結局それが自分の、サッカーのキャリアはすごいつまずかしたところだったんですけど、転機だったというか、契約満了になった1ヶ月後に僕は熊本に移籍したんですけど、その当時いたセレッソ大阪っていうクラブのと宮崎で練習試合が1ヶ月後ぐらいにあって、でももちろんみんな顔見知りの選手たちがいて、でそのセレッソの方に言われたのは、どれだけ自分が恵まれている環境にいたか分かるかっていうふうに言われて、分かりますって、今現状グラウンドも点々として、整った環境で、クラブハウスって言って、常に定点ではないっていうことですよね、そこに行ってそこで練習してってわけではなくて、ジプシーで常に違う、毎日違うグラウンドに自分の車で行かないといけないとか、その悔しさもあって、13年間、プレーさせてもらえたっていうのは、その20歳の時に契約満了になったことがあったからこそかなっていうのは思いますね。それが、ある意味大なたですけど、気づかせてもらった。じゃあどうすんのっていうんですよね。やっぱりその時点で考えないといけないし、自分がどうするかっていうことですよね。その時に、自分の何を直せないと試合には出れないとかの感じ方がちょっと変わりましたね。自分の中のこの出れないストレスとかっていうのを、言ったらどっかにぶつけたいけど、ちょっとは楽になったというか、考え方が広がったというか。
ガイナーレ鳥取っていうクラブでプレーしてたんですけど、まあ、その時に、まあ、引退ほぼ決めてて、まあ、オフシーズンまあ過ごしてて、その時にまあ今 J3 にある藤枝マヨッシーっていうクラブからお話をいただいたんですけど、どうすんねんっていう話で、まあ、父親としたんですけど、父っていうのはすごいなと思ってて、父親が僕に農運の方に帰ってこいって言ったことって一度もないんですよ。農の世界って人手が多いわけじゃない。それでも僕一度も言ってこなかったんですよ。農運に帰ってこいっていうのは一度も言われなかった。まあ、自分がどんだけ大変だろうが、ね、兄二人が大変だろうが、僕には何も言ってこないっていう。まあ、農に帰ってくるんやったら今やぞ。もうこれ以降はもうお父さん一切言うことはないと、もうこれが最後っていうか初めてやと思うけど、帰ってくるんやったら今、まあ、結局最終的にはやっぱりサッカーしたいになっちゃって、そこから3年間あの藤枝麻由氏のお世話になったんですけど、若い選手がすごい多かったんですね。僕が本当にもうダントツ年上、もっとやらないといけないことはたくさんあるっていうような選手がたくさんいて、でももっとやればもっと上いけるよって、もっとやれるんじゃないのっていう子もたくさんいたんで、やっててすごい楽しかった。僕もあ、これ引退したら指導者すごいしたいな、こういう風なところで仕事したいなって思ったのがそこの3年間で、現役の間に取れるライセンスは取りに行って、指導者にもなりたいっていう気持ちがすごい強くなった年でしたね。まあ、今子供中学生とか教えてたりとか指導させてもらってるんですけど、あの初めはみんなサッカーを理解してもらうために、小学校と中学校のサッカーまたちょっとサイズも違うし人数も違ったりするので、いろんなポジションやってもらうんですよ。言ったら守備ってゴールを守る、点を取られないためっていう風に認識子供もしてるんですね。でも実際は攻撃するために守備をするっていうような、どんなポジションでもできないといけないっていうのも一つ、何でも脳の話に持っていくと、結局僕は湧き方の家でしたけど、脳すべてを理解するために、まあ、中学校の時にはじゃあまず笛で、笛が終わって全部終われば次は太鼓とかっていう風に、いろんなものの鼓も全部、まあ、そうやっていろんなものも学ぶんですけど、まあ、そういった意味でも、まあ、若い時ちっちゃい時に、まあ、いろんなところを経験して、まあ、サッカーの理解を深めるっていうのはすごい大事かなっていうのは思いますね。まあ、その仲間の大切さとかっていうのはすごい自分の中で持ってて、まあ、そういったつながりっていうのは絶対に自分のところに返ってくるし、仲間に適当なことしてたら、ね、おそらく適当なことが返ってきてしまうので、そこはやっぱり自分の中で一番に持っている、まあ、それは人生においての考えなんだと思うんですけど、僕の。ご紹介いただいた望月さんからメッセージをお預かりしています。はい、福王さんと出会ったのは、私が藤枝マイ FC のスポンサーであり、接骨院に選手として治療に来てくれた時でしたね。気さくな方ですぐに仲良くなり、今では何でも相談できる友人です。選手時代もチームのメンバーを牽引し、信頼を受けるキャプテンとして輝いていましたね。尊敬でき頼りになる友人は他にはいません。これからも新たなステージで輝き続けていく姿を応援しています。まっぴつではありますが、暑さが増す季節、どうぞご自愛くださいませ。彼はね、筋肉マンなんで、で、いろんなそういうトレーニングのところも、いろいろ教えてもらったりとか、彼のジムにも通わせてもらった時もありますし、いろんな面でサポートしていただいて、まあ、本当に情け言いました仲間の一人ですね。ありがとうございます。清水エスパルスっていう静岡にある、J リーグのクラブなんですけれども、そこで、エスパルスのサッカースクールっていうのを、やらせてもらってます。静岡の中部から東部ちょっと沼津手前ぐらいまでですかね、は
スクールを、まあ、大規模にやってますので、ぜひ静岡のね方でお子さんにサッカーさせたいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひエスパルスサッカースクールの方に一度体験もできますので、体験2回まで無料でできますので、ぜひ一度ね体験してもらって、エスパルスのサッカースクールが楽しいところどんなところなのかなっていうのをぜひ一度来ていただければ、皆さんのことをお待ちしてますので、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。本日の語り手は清水エスパルスサッカースクールコーチ福尾忠代さんでした。ご案内は心と体のバランスプロデューサー郷妙子とマッチングナビゲーターの宮代美恵子でした。